はい、よろしくお願いしますえ。画面が真っ黒になってると思うんですが、不具合じゃありません。私が今、編集で意図的に消しております。で、今回ね、第57弾の師匠をやっていくんですが、全部で8問あるのね。で、8問あって、えっと、全体的からすると、ちょっとやりやすい問題が詰まってるんですよ。で、なんで今回は画面黒くしてるかっていうと、まあ、いつもね、言ってることなんですが、えぜひ、とストップウォッチというか、あのスマホのさ、あのストップウォッチ機能でも構わないので、用意してください。 あの刺繍っていうのはもちろん基礎問題をねできるようにするっていうのが目標目的ではあるんだけどもう一つ解くスピードを上げる時間をしっかり意識して簡単な問題を早く正確に解けるようになってほしいっていう願いが込めてね今作ってるのでえなんで今回ちょっと改めてねまあ普段使ってない方もいると思うんでねこういう形を取らせていただきましたということですいません画面つけますどうぞ はい。ということでね、改めてよろしくお願いします。じゃあね、ここで一回画面止めていただいて、ぜひやってみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃは画面下げますので、お待ちください。行くよ。はぁ、あ。おーっと、ちょっと待って、惜しかった。バッチ式まったと思って、おーとか言っちゃった。恥ずかしい。 よしじゃあいきましょうでまず1番が最初がね今回は6かけるカッコマイナス3ということで非常にシンプルプラスとマイナスの掛け算なんで答えはマイナス6 3 18だからマイナス18で ok で2番がここで来ますね引き算と掛け算が入っているんで計算の順序としては掛け算が先なんですけどそれより先に指数ね必ず二乗を先に処理しますでか この外にある二乗に関しては、かっこ丸ごと二個かけます。つまり、かっこマイナス四、かけるかっこマイナス四です。マイナス同士だから、十六になりますね。こいつは十六です。今、十六で掛け算を先にやるので、まあ、これ、このここからやろうか。十六かける八分の五。約分、ちょっとこれ見にくいかも、約分すると十になりますね。この部分は十です。つまり9、九。 マイナス今この部分計算したからね9ナ1 0になるので答えとしてはス1となります。で3番掛け算と割り算、まあ、文字も含めてねよく出てくるタイプです。まあ、よく出てくるのは分数が入っている方がよく出てきますけどでこれどうやるかっていうと1個ずつねやってもいいです。掛け算やってここに出てきた答えを割り算やるっていうのもいいんですが。 個人的にははこういういタイプの問題は一気に処理する癖をつけてください一気にね。どういうことかっていうと長い分数の棒を書きます。で一番最初にいるのはこいつもともと1分の A2 乗 B なのでこうやって上に乗ります棒の。1分のは書かなくていいですわざわざね。で掛け算の後ろはそのまま、まあ、1分の 21B だからこいつも上に来ます。こうやって。ただし 割り算に関しては、まあね、1分の 7a だからさ、分数、割り算の後ろの分数ってひっくり返しますよね。掛け算にしてひっくり返す。つまり、7a は下に来るので、こういうふうになります。形としては。まあ、楽な覚え方するんだったら、一番最初にあるものと、掛け算のすぐ後ろが、べと、分数の棒の上です。で、割り算の後ろが下に来ます。で、一気に、 約分して処理してもらいたいなと思います個人的にはねで7と21で3が残りますっとの忘れるから書いておくよ A と A の2乗1個分処理するから下は消えました残ったのは AB と3と B ですあのこれ結構ごちゃごちゃしますよね約分いっぱいすると今回少ないけどさで約分ごちゃごちゃすると結構残ってるのに見落としてまあ、書き間違える子出てきます結構 だから残ったものに丸つける癖つけるといいですもしそういうミスをしたことがあったりとかそれが怖い方はね結構これやりやすいミス減るからねで、まあ、全部掛け算でくっつけると 3a は1つ b は2つだから b の2乗つまりちょっと2がおかしいな 3ab の2乗となりますでなんでこれ一気にやってほしいかっていうと例えばねこれえー、とここ a2 乗 b かけるが後ろにあるとするじゃんもし。 計算のね、出題がこうなってるとします。こう隠れてね。そうすると、割り算先にやるじゃないですか。もうちょっと1個ずつやろうとすると。2 1 b 割る7 a ってやると、これ結構ね、3ab とかって間違えるんだよね。結構正しい答えは a 分の 3b なのよ。ここ計算すると。で、こういう分数が出てきた時に、割と処理で間違ったりする子が出てくるので、個人的には一気にやってほしい。あとは、分数が入ってきた時にも、一気にやる方がかなり楽です。 そう時間もねかなり短縮できるので個人的にはこのタイプは一気に処理するっていうのに慣れてもらえると <laughs> ごめんねいいかなと思います。よし、じゃあ連立いきましょう。ちょっとね珍しいなと思うこれ。あんまね効率の入手で小数分あ分数は結構見るから小数出てくるの久しぶり見たなと思うんだけどでこれね。 えっとまあ、小数やなんんでで消しに行くんですよで小数の消し方っていうのは10かけたり100かけたりってして、まあ、こう小数じゃなくしていくんですけどまずこいついこうかこれはかける10しますそうすると0.2は 2+1.5、えー、は15になるから 15y とでもねこの上の,あの出題した人まあ見事ですね、まあ、自分でもそこうやります絶対右側小数にしないからね俺も。 あの整数にするっていう4ってていいううなぜかっていうと掛け忘れるんだこれ多くの方が2 x 1 5はいけるんよでこれ4ってするんよねでミスになるっていう計算してったらどつもにはまるっていう何かって上10かけたんでしょだったら右辺も10かけなきゃっていうこれ本当に気をつけといてかなりの人がはまる沼沼じゃないよ落とし穴ですだこれはもともと4.2とか書いてあると小数小数小数だからかけ忘れないんだよね ちゃんと42にするんだよでもこれをこうすることによって落とし穴が作れるいいかなあのし出題者の落とし穴にはまんないようにねであとは下は揃えいましょう x 揃いたいんでこいつに2をかけましょう下もね2をかけると2 x − 6 y ス2とで 2x2x が揃ったんで引き算しましょうちょっとギリギリになっちゃったねするとここが 21y でここが42かだから y=2 イコール2か あ21で割れるからね2になりますと。でそれを、まあ、この下の方が楽だねここの式に入れるとここに入れるとマイナス6になりますマイナス3かける2でねマイナス6右辺に持っていけばプラス6計算すると x イコール5となってこれで終了です。まあいつも言うけどね連立っていうのが出てきた答えを上の式下の式にそれぞれ入れてちゃんと式が成り立てばこれをね入れて4になれば 入れてマイナス1になればこの答えは確実に正解になるので確認もできますちょっと今回端折りますけどいいかなでは次ですこいつねルートの計算いきましょうまず最初です分母下にねルートが来てるんで有理化をします有理化のやり方はこのルート3を下と上分母と分子にかけます同じものをかけると元ルート3分の12なんだけど上にも 下にもルート3をかけると。で、ルートは同じものをかけるとルートが外れるんだよね。つまりこれルート3かけるルート3にした時点で、こいつ3になるんです。そうすると、外の世界と外の世界が約分できます。外の世界と中の世界はできません。いい外と外ね。で、約分すると4になるから、一番最初は4ルート3になります。こいつです。ちょっと計算したんで消しましょう。で、後ろです。引き算と掛け算があるんで、えっと、掛け算先にやってください。で、 これ、ルートの中身って掛け算できますよね。68、48ってルート48です。もちろん、48ぐらいだったらやってもいいです。やってもいいんですが、個人的には、えー、先にね、あ、ルート8って4かける2なんよ。だから、こいつ2、2ルート2と同じなんだよね。4が2の2乗だから、ルートの外に出てこれます。つまり、こいつは2ルート2。だから、 3ルート 6× ルート8で考えるんじゃなくて3、3ルート 6×2 ルート2の方がいいかなと思います。まあどっちでもいいんだけどね。俺はこっちでやる。あの、ルートの中身を大きくしたくないんで。で、これ外外。外の世界の3と2をかけて、6。中の世界をかけて、ルート12なんだよね。あら、ルート12が出てきちゃったと。で、こいつは直さなきゃいけないから、ルート12は 4×3 です。 つまり4がが2の2乗だから2が出てくるつルート12は2ルート3なのね。で6と2ルート3がくっついてるここは掛け算でつながってますつまり 6×2 ルート3なんで12ルート3になります。この部分です、ここで、今あと引き算が残ってるからこうですね。で、 ルートの引き算は、ルートの中身が揃ってればできます。ルート3揃ってますね。4-12は、マイナス8。それに、ルート3をくっつければいいから、マイナス8ルート3で終了でございます。そして、ちょっと消しちゃったけど、これを解いていきましょうと。二次方程式だね。これが、カッコ2個作る因数分解ができれば、公式でね。できればそれで倒せるんですけど、はい、できませんと。これできないよ。じゃあ、できなかったらって言われたら、 はいあいあつ解の公式ですね今回スペースがあるのでちょっと久々に書きましょう。解の屋根がくっついちゃった。解の公式ですね。えっ、ー、と絶対に覚えてください。大変だと思うけどね。解の公式は x=2a 分の b プラスマイナスルート b の2乗− b −√ b ス4 a c です。これが公式ね。 あとは abc どこかっていうとこれ1隠れてるからね 1x2 乗 a が 1b がプラス +5c がプラス +5 ってやってあとは当てはめるだけです。でやっていくとちょっと切りますね x イコール 2a 分のだから2かける1で2分のマイナス b だから今5にマイナスつけるからマイナス5スルート。 b の2乗、5の2乗だから、5、5、25。マイナス 4ac は、マイナス4かける、1かける5です。ってことは、マイナス20だねで。ちゃんとルートの中身を計算しましょう。そうすると、2分の、マイナス5、プラスマイナス、ルート5。で、ルートが出てきたら、絶対にルートの中身チェックをします。こういうみたいにね。中身出せねっかなって考えるんだけど、ルート5は出せません。なので、これで終了となります。 さあ7番ですで7番は、えー、とある美術館の入館料今ちょっと出しておくねこれにね入館の辺ね美術館の入館料は大人1人が A 円中学生1人が B 円であるとこの時この不等式これねが表している数量の関係をあからえか,か,ら,えからでいいか選びなさいっていう問題ねでまあこれは大人2人と中学生3人の入館料の合計はまあ共通だよね で、それどこ表してるかっていうと、ちょっとこれ青分かれ、あれだね。えっと、交互の方が見にくいから、ちょっと順番青々なっちゃうけど、上青にするわ。多分早送りした人は見やすいなそっちのがね。なここ。はい、2A。大人2人分。3B。中学生3人分を足したものだね。つまり、えっと、日本語で書いてある和の前。合計和の部分ね。これはここに当てはまる。で、あとは2000円も右に書いてあるじゃん。 あとはさ、それが、えっと、ま、選択肢見ればわかるね。安いか、高いか、以下、あ、ま、以下であるか、以上であるか。で、まず、こっちにさ、こっちに口が開いてる時点で、その合計金額が2000円より高いというか、大きくなるイメージはあるよね。おっきいんだもん。こっちのが、まあ、高いわけよ。高い。でも、高いだけじゃなくて、 以上もあり得るよね。だって以上もあって高いっていうかこっちの方が上ってのは分かるからさ。安いと以下はダメ。安いと以下だったら向こうのが大きくなっちゃうから。この合計は2000円より安いって言ったら2000円の方が高いはずだからね。いい日本語難しいかな大丈夫で、あとの問題です。まあこれはね、よく言いますけど、不等号のマーク覚えてください。イコールが入るもの、顔の、うんみたいになってるけど。 イコールが入らないものとイコールが入るものがあります、ですか。これ日本語と連動させてください。イコールが入るのは、まあ、状況にもよるからね。ちょっと順番はあれだけど、このいって漢字が入るやつです。以上以下。これはイコールが入ります。だから身長120センチメートル以上って言われたらイコールが入るんです。 表現する時に120以上イコールが入るその数字が入っていいよってこと120も含まれますよってことでこのイコールが入らない方が例えば高いとか安いとかあと未満ね割と漢字シリーズだから漢字こっちに引っ張られるんだけど「い」っていう漢字が目,と目印です「い」が入ってたらイコールが入ると覚えてください つまり、今回イコール入ってませんよね。だから、以上にはできないんです。イコールがあれば以上でよかった。つまり、今回は高いが正解になるので、答えとしては、いになりますよと。いいかな。で、ラスト8番ですね。この問題はこの中でも、えっと、やや難しいです。若干ね。で何が難しいかっていうと、やってることはよくあるやつ。えマイナス5、マイナス2、マイナス1、3、6、10のカードがあって、 で、それを、えっと、同時に2枚引きますと。で、ちょっと嫌なのが、足したものがさ、例えば、正の数になるとかだったらやりやすいんだけど、えー、書かれた数の平均値が、自然数になる確率を求めなさいっていうね。はい。で、ここで、えー、今回ね、わざわざ、ちょっと数直線を書きました。なんでかっていうと、皆さん、いいっすか、皆さん、自然数っていう、あ、いいか、書かない、あっていいや。自然数、何ですかって説明できますそれが分かってないと、この問題はできません。 いいですか自然数、まあ、もうちょっと言うと整数もそうだねいいかなで整数って何って言われたら整数はここに書いてあるやつ全部ですこれ整数ですただし間の分数とかはできません5分の7とかいい<え> ?8 分の3とかそれは入らない小数も入んないです整数には。 ただしプラスマイナス関係なしにマイナス6マイナス6マイナス5マイナス43ララララララっていうこの数字ですこれ整数ですで、ま、もちろんマイナス7とかマイナス100とかマイナス1万とかも全部整数ですでただ小数と分数は入らんよっていうででよじゃあ自然数どこかっていうとこっからですここスタートこれが自然数 整数ののの中でももプラスのものだからよく正の整数なんて言われるんだけど自然数は1より向こう側が自然数ですもちろん分数小数は入りませんいいかなこれを絶対に覚えるこれをみんな勉強したのは中1の最初です足し算引き算を習う前ですあのマイナスのねその前にやってるだから昔ないんよねでもこの言葉を知らないがゆえに解けない問題っては実際出てきますだからここで定着させましょう覚えてなかった方はね で、話を戻します、えー。6枚のカードがあって2枚同時に引きますまあ樹形図を書きましょうこの場合はねで2枚引くので、まあ、自分ね樹形図書くときに左側の数字に丸をつけるあの癖があるんでまあ、よかったら参考にしてマイナス5を引きますと固定しますで残ってるカードはマイナス2 − 2ス1、えー、3 6 1 0の5パターンだよねいい で、次、マイナス5終わったんで順番、マイナス2を固定しましょう。で、ここで大事なことです。これは枝が減っていくタイプの樹形図です。枝が今5本ありました。こっちも5本、こっちも5本っていう樹形図もあります。ただこれは減っていく。5本から4本になります。4本。で、何かっていうと、マイナス2があって、マイナス5は書きません。マイナス1、3、6、10です。 なぜかっていうと、これは同時に引くっていうのが効いてて、これマイナス5だと思ってください。カードじゃないけどね。これマイナス2だと思ってください。マイナス5とマイナス2を引くっていうのはこういうことです。マイナス5とマイナス2です。順番からすると。で、マイナス2とマイナス5っていうのは、樹形図で出すとこうです。マイナス2が左に書いてあるからね。でも、同時に引いたのって、これ引こうが、これ引こうが同じことだよね。同じことは樹形図に書きません。だから、マイナス2からマイナス5っていう線がなくなる。 いいかなでもう一個ママイナス2からマイナナススからもないですなぜならマイナス二は2個ないから同時に引けないから今いいで、えー、とマイナス2が終わったんで面倒くさいけど全部書きましょう次マイナス1を固定します3610ですねでえっ、ー、と次が3を固定して枝が2本6と106を固定して枝が1本の10です10の時は枝がなくなります で全部かけたので枝の数を数えましょう12345615本ですね全部でだからそれが確率の分母になります15分のあとは該当する数今回数えたいのは書かれた数の平均値が自然数になるです平均例えばちょっとやり,やりやすいとこからいきます6と10いきましょう上から6と10の平均っていうのは平均は足して2で割ります 一回平均は足して2で割る。つまり足すと16だよね。2で割ると8になる。8って自然数入ってるからだからここはオッケーです。ちょっとオッケー。まあこれにしましょうか。オッケー。で次ちょっとマークあれだな。せっかく青あるから青にしよう。これオッケーにしておきます。次1個数上から行きますよ。足します。3と10。これでいけんじゃねって思うんだけど、これ問題が3と10って。 2で割ると割り切れないんだよね2分の13になっちゃう6.5なんですよ6.5小数は入らないんです自然数にだからこれできません 3+6 は99も2分の9になるからできませんここ足すと92分の9できません5できませんここ前と足すと2になります2ってことは2で割れば1になるから,だから自然数に入るんで OK 次です足すと82で割れば4だから オッケー足すと42で割れば OK 足すと1だね1は2で割ると2分の1になっちゃうから自然数にならないんだよねできませんであとこれは足すとマイナスなんで2で割っても絶対マイナスでしょマイナスはもうそもそも自然数にないんだだからもうありえない計算とかいいこの辺もそうだねないないないでこれ1になるからない5になるんだけど2分の5だからないつまり該当するのは枝が4本です 青丸がついてるね。つまりそれを上に乗っけて15分の4。これが終了となります。で、今回はないんですけど、確率の問題は必ず答えが出た後に約分チェックをします。えー、っと確率っていうのは受験図を基本的に書くんでちょっと時間かかるんですよ。できたとしてもでよっしゃった終わったっていう達成感が生まれます。受験時も。そうすると気が抜けて約分忘れます。 だから、まあ、いつも言うけどそんなんにならねえと私は大丈夫用心深いわかるよいいんで大事な気持ちだけど薬分忘れをやりやすい問題なんだよな一般的にはと覚えておいてください確率はそれを思っとくだけでそのなんだ落とし穴にはまらなくなるからいいかな必ず薬分チェック今回はね薬分ないんですけど薬分チェックをするようにしておいてくださいはいという感じでね今回は趣旨の第57弾やらせていただきました えとまあ、冒頭ちょっとね変な話変なとかあの編集入れてましたけど、あのー、何度も言いますがやっぱり四肢は解けるっていうところとやっぱり速さっていうところを何だろうせっかくやるんだったらさ目的が多い方がいいじゃん。だって1個の動画で1個勉強してさよりレベルアップしたら俺はすごい素敵なことだと思うのね。 そう。だから、限られた時間だし、せっかくさ、みんな遊びたかったり、他の YouTube 見たい中でも、こうやって勉強してくれてるわけよ。ね、このチャンネル来てくれて。だから、せっかくみんなの時間使ってるんやったら、プラス、よりプラスのものをゲットできるように、工夫してやってもらいたいなと思うので、もしよかったらね、次回とか、あの、昔の遡った時も、時間計ってやってみてください。よろしくお願いします。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。